青と赤のユニフォームに袖を通し試合の準備をする FC 東京ジュニアユースの選手たち。関東ユースサッカーリーグ一部の試合に臨む。この日の対戦相手を見ると、こちらにも FC 東京のユニフォームに身を包んだ選手たちがいた。監督の話に真剣な表情で耳を傾けている。まずな、あの一番のライバルである、それはヴェルディでもヨアでもなくて、武蔵をね、今日やれるゲームに対して、自分たちがどんな思いでやるか。 FC 東京では西に拠点を置く U15 武蔵と東に拠点を置く U15 深川の2チームを結成し、東京中心に優秀な人材を幅広く集めている。そしてこの2チームは同じリーグを戦うライバル同士だ。青と赤のホーム用のユニフォームが武蔵、一方白のビジター用のユニフォームが深川。共に勝利に向け気合十分だ。個人のテクニックとパスワークが持ち味の武蔵、当たりの激しさやメンタルの強さが特徴の深川。序盤から共に持ち味を発揮した試合となった。この試合勝負を決めたのは深川の木村。キャプテンのミドルシュートが決勝点となり、1対0で深川が勝利を挙げた。東京スカイツリーが間近に見える U15 深川の練習グラウンド、ゴールを決めたキャプテンの木村誠二君の姿があった。彼に夢を聞いた。まあ日本代表には入りたいですし、まあ、ヨーロッパの方のチームにも行けたらいいなと思ってます。中学生年代が世界に目を向ける理由が FC 東京にはある。長友佑都、太田光介、武藤義則などクラブで活躍した選手たちがヨーロッパへの移籍を果たしている。2015シーズン FC 東京は武藤選手の活躍もありファーストステージ2位。しかしその武藤選手はセカンドステージを前にドイツへ移籍を果たす。武藤の移籍に関してはシーズン始まるもうすでに前の冬の段階からスタートしていましたので、まあ監督にも当時真島監督とも話をして、まあ、いけるタイミングでだったら出そうと、あの本人のことだったりサッカー界全体のことを考えてあげた方がいいんだろうなと。しかし武藤選手がチームを離れたセカンドステージは6位。 FC 東京は年間勝ち点で4位に終わり、チャンピオンシップ出場はかなわなかった。主力選手の流出はクラブの成績に大きな影響を及ぼす。選手がそうやって育てば育つほど、あの次の選手がカバーしていくというのは大変な作業ですから、武藤の次がなかなか当然来ないのは分かってますけども、それを早めていくと。でそれは僕らだけでなくサッカー界の日本サッカー界の課題だと思ってて、でそこに対して挑戦していくFC 東京が代表として先頭を走っていくと。 FC 東京が目指すのは育成型のビッグクラブ。莫大な資金でスター選手を獲得するのではなく、選手の育成によってクラブの力を大きくする。2016シーズン FC 東京のアカデミーが進化を遂げようとしていた。その現場に密着しJリーグの未来を考えた。5月1日東京都内で J3 リーグ第7節が行われた。 FC 東京は2016シーズンから23歳以下の選手を中心とした U23 を作り J3 リーグに参戦している。昨年と変わったところは
この23ができたところだと思います。アンダー15と18を目指す場所っていうのもありますし、トップから見たら調子悪くて来てる選手をやっぱりもう一回モチベーションを持っていけるようにする、いろんなものが混ざってるのがこの23なんですけど、チームには若い選手が多いとはいえ、その中でもひときわ幼く見える選手がスターティングイレブンに入っていた。ディフェンダーの岡崎誠選手、 FC 東京 U18 に所属する高校3年生だ。 FC 東京では2016シーズンから U18 を育成部からトップチームと同様の強化部に編成した。高校生年代に厳しいプロの試合を経験してもらい、強化育成につなげたいと考えている。特に U18にはやっぱり J3 に参入できるということでの自分たちのモチベーション、それからその参入による自分たちのそのいろんな資質の向上という部分ではかなりインパクトがあるし、かなりいい印象を持って日頃トレーニング含めて今の自分の立ち位置を見つめているというふうに考えています。若手の育成に大きな成果が期待できる一方、チームは6試合を終えて1勝1分け4敗の13位と結果が出ない日々を送っていた。岡崎選手とセンターバックを組む吉本和則選手、コンビネーションの難しさを感じたという。まあ最初のうちは全然どういうプレイヤーなのかも分からなかったし、全然喋ってもくれなかったですし、試合中もセンターバックっていうのはコミュニケーション大事ですし、2人がどういうプレーするっていうのは分かってないと難しいんで。そうですね、正直第一節を見た時知らない選手が半分以上いて、ユースの選手、強化してくる選手、その中での一人が岡崎選手で、で、まあ、前日にラインコントロール電話した時にラインも揃わないしバックする気もないし、これは 5,6 点やられるなっていう覚悟でゲーム挑んだのを覚えてます。だからその時点で言ったらとてもプロでできないなって思っていたんですね。さらにこの場面、失点につながる危険が高いゴールキーパーとのコンビネーションにも迷いが見られた。U18 では自分が主体となってそのゲームを作っていくっていう気持ちあるんですけど、 U23 の方では本当に球際も激しくてスピード感も全然違うので、自分がその行き込んで空回りとかするのではなく、周りにしっかりと助けてもらってから自分の中でしっかりとプレーを出せていければっていうふうに考えています。 FC 東京小平グラウンド、 U18 の練習に参加する岡崎選手の姿があった。岡崎選手が J3 に参戦する効果を U18 の佐藤和樹監督はこう話す。23で出続けることができる限りはもちろんそこで、頑張ってもらうことが彼の一番の成長になるのかなっていうところですし、18に帰ってきてもそこの基準というものを落としてくれるように頑張ってくれているので、いい活性化をここまでは生んでいるんじゃないかなというふうに思います。 U18 の選手とトップチームの選手が一緒に練習をする機会は限られている。そこで佐藤監督は選手が U23 で戦うことも見据えたチーム作りをしている。ユースの選手がポッと入ってもやはり、そこにすぐに順応できるような選手じゃないといけない。もちろんなので、トップのエッセンスを盛り込んだサッカーをユースの方でももちろんやっているっていうところです。5月8日 J3 リーグ第8節敵地で臨む YSCC 横浜戦、試合前のウォーミングアップ、そこに意外な光景を見た。
ピッチにいたのは U18 の佐藤監督、コーチとして U23 に帯同していた。それは僕が要求したんですけど、やっぱりいつも普段から見てるのは佐藤監督で、じゃあ早い選手が欲しいんだけどいないと。だけどこいつはこういう選手はこういうプレーもできますよ、じゃあ仕掛ける入り口をちょっと変えようかとか、やっぱそういう話ができるっていうのはすごく心強いですし、彼もやっぱりトップの選手を知ることによって、プロを目指すんだとこれやんなきゃいけないっていうのを伝えるだろうし、お互いそれはもうウィンウィンの関係で、もう選手をお互い見ていられるので、いい状況だと思って続けています。この日も岡崎選手はスターティングイレブンに名を連ねた。この試合、岡崎選手の成長を感じさせるプレーがあった。FC 東京が採用する4バック、岡崎選手以外は全てトップチームの選手が並ぶ。相手は執拗に岡崎選手の背後にロングボールを狙う。ゴールキーパーとの不安定な連携をつく攻撃だ。しかし岡崎選手は冷静な守備を見せる。前半が終了してすぐにゴールキーパーの囲い選手が岡崎選手に声をかけた。相手に裏のボールを蹴られて、それを体を入れて、でその時に前回の試合で自分と囲い選手の間にボールが落ちた時に、自分は囲い選手が出るもんだと思って、で囲い選手も自分がやると思ってっていうところで、その一瞬お互いが止まったっていうのが前節あって、で次から集中していこうっていう話になって、最初のプレーでそれがあって、で自分がしっかり最初に動けたので、そこに関してはナイスっていう言葉を言ってました。彼にその場を与えてあげることによって、一試合ごとに成長していくっていうのは僕も見てて感じますし、やってるトップの選手たちも感じますし、多分本人自体もすごく感じると思うんですよね。で、できることが増えてくる。そうすると次の欲求がまた出てくる。その循環がすごく彼にとっていい方に出てるんじゃないかと思います。でも今は本当に試合でも声も必要な声はかけてくれますし、本当にそういう面で本当数試合ですごい成長したと思うし、すごい僕も頼りにしてますし、まあ自分もそういう若い選手に引っ張られながらも成長していきたいなって思っているところですね。やっぱり吉本選手の横でやらせてもらってるっていうのは本当に自分にとってすごい大きなもので、体格が大きくて、そのシュートブロックが強くて、ヘディングが強いっていう、その長所をすごく生かしたセンターバックなので、そこをいかに吸収していくか、また結果を求めて成長していくことを G3 でしっかりと積んでいくことが、これから頑張っていきたいと思います。 J リーグオンデマンドアプリまだ使ってないの？スコア速報のチェックやライブで試合を見たり、ハイライト動画だって、 J リーグの楽しみ方変わるわよ。オンデマンドはとっても便利だな。いつでもどこでも無料で使えて登録も簡単。ありがとう J リーグオンデマンド。 FC 東京小平グラウンド。夕方になると FC 東京の練習着を身につけた小学生たちが訪れる。 FC 東京サッカースクールに通う子どもたちだ。 FC 東京は小学生年代のチームを持たないため、スクールはクラブと子どもたちの大事な接点となっている。 FC 東京のスクール生の数は4300人。これは日本最大の規模だ。さらにその中には、一般のスクールとは別により専門的な技術や戦術が学べるアドバンスクラスと呼ばれるスクールがある。セレクションで選ばれたエリートたちが通っている。
U12 年代なので、テクニックをまず重視して周りを見て判断して自分の技術を発揮できるかどうかっていうところで、あとはまあ対人っていうか本当に戦うところですね、球際であったりとか攻守の切り替えであったりとか、将来に本当に一番大事なあのテクニックの部分は重要視しながらやってます、はい、アドバンスクラスは小学生年代の底上げの他にもう一つ別の側面を持っている。それは中学生年代の選手を獲得するスカウティング。アドバンスクラスは都内5カ所で週一度実施され、ジュニアユースに入るための入り口の一つとなっている。本当に自分たちが上手くなるために来てほしい部分と、まあ、スカウトの部分とあのしっかり、まあ、僕らもやっぱりコーチとしての指導もあるので、スカウトの部分とちゃんと育成する部分を、しかもうちの所属のチームの子たちじゃないので、全てこううまくバランスを取りながらあの見させていただいてるっていう、で最終的にジュニアユースにつながっていく選手が一人でも多くいればいいかなっていう、けどまあ入ってねうちに上がれなくてもまた違うチームで活躍してもらえるとそれはそれでまた嬉しいので。練習終了後、コーチから子どもたちへノートが手渡される。毎回のうまくいったことと反省点と改善点を書いて、うまくいったこととかとか反省点とか図にまとめたりして書いてます。ノートには子どもたちが練習で感じた課題や反省点に対するコーチからのアドバイスが書き込まれている。ノートは子どもたちとのコミュニケーションツールになっている。まずは一人でも多くやっぱりあのジュニアユースにつながる選手が出てくればいいと思いますし、まあ、逆にあのそのために、ね、やってる部分もありますので、僕らもしっかりそのフルパワーで発揮できるように、あの選手たちにこういう環境をもっともっとより、良くしていければなと。4月29日 J1 リーグアビスパ福岡戦が行われたこの日、まずピッチへと入ってきたのは FC 東京で活躍した往年の名プレーヤーたち。2チームに分かれてエキシビジョンマッチが行われた。その中に未だ現役の風格を漂わすある OB がいた。今もサポーターから絶大な人気を誇る佐藤幸彦さん。佐藤さんは FC 東京のほか清水エスパルスや横浜 F マリノスなどで活躍。2014年にビファーレン長崎で現役を引退した。佐藤さんは今FC 東京のアカデミーを支えている一人だ。東京都府中市大型商業施設の屋上に佐藤さんが現在活動している場所がある。佐藤さんは現役時代の豊富な経験を生かしアドバンスクラスの府中コースを受け持つコーチをしている。言っても僕らにもらえるチャンスは週に1回なので、そのスペシャルな子たちをまた自チームに帰って1週間後に来てまた帰っても繰り返しなので、すごく難しい部分もあるんですけど、やはりだからできないっていうのは嫌なので、その1週間の1回だけでも何かを感じてもらえるようにやってるつもりですけど。佐藤さんは4人の子供を育てる父親、そんな子育ての経験もここでは役に立っている。気をつけてるのは言い過ぎないことです。子供に対してもこう教えすぎないっていうんですか、息子は僕じゃないし、僕は息子じゃないし、自分自身が現役の時こう生粋の目立ちたがり屋っていうのもあって、そういうところでは喋りすぎたりっていう部分はすごく気をつけてます。
指導者として歩み始めた佐藤さんには大きな夢がある。はい、お疲れ様、ノートもらいます。 FC 東京の監督になることですね。で、J リーグで優勝する監督、この2つですね、今の当面の目標は。こうやって公言しちゃった方が自分のお尻に火がつくので。プロサッカー選手として活躍した佐藤さんとは対照的な人生を歩みつつも、現在 FC 東京のアカデミーに欠かせない人物がいる。川村元夫さん、FC 東京の普及部長を務めている。川村さんは東京都出身の49歳、20代後半で徳島ヴォルティスの育成や普及に携わり、6年前から FC 東京で指導者として活動している。川村さんはプロ選手の経験はなく、サッカーを始めたのは中学2年生からと比較的遅いスタートだった。まあ、小さい時から選手をやったことも僕はないので、こうもっとそういう人でもサッカーの指導に携わる機会があってもいいのかなと思っていて、それがまあ実現したという形になります。川村さんの指導を受けたくてスクールに通う中学生がいた。なんかすごい真剣にサッカーを教えてくれるんで、なんか楽しいです、やってて。将来はもうなでしこの選手になりたいです。普及活動に携わる川村さんにとって、教える相手はサッカーが好きな子どもたちだけにとどまらない。僕らやっぱりサッカーの普及ということで、いろいろとサッカーを好きだ嫌いだ、それから親しんだことがあるない、スポーツ全体に親しんだことがあるないといういろんな方々に、サッカーというものを知っていただきたいので、やっぱり僕らが務める役割というのは、ある意味大きいとは思っています。で、普及部のコーチみんなもいつでもどこでも誰とでもという感じで、やっぱりいろんな方とパッと最初にファーストコンタクトした時にも、やっぱりサッカーのコーチって優しいよねとか親しみやすいねっていうところからでもサッカーに取り掛かるいい機会にはなると思うので、最初の出会いというのは大事だなと思っています。勢いよく外に飛び出してきた子どもたち、楽しみにしていることがある。子どもたちが向かった先には川村さんが待っていた。川村さんはファーストコンタクトで子どもたちの心をつかむ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ皆さん一回座ってください。遅い、立ってください。座ってください。おすごい。立ってください。おいいね。立ってください。座ってください。はい、皆さんこんにちは。読めますか？以上、自己紹介は終了です。はい、立ってください。川村さんがこの日行ったのはキャラバン活動と呼ばれる小学校を中心に開催しているサッカー教室だ。教室の特徴は一つの運動にかける時間を短くし、その分運動の種類を増やしていること。これでテンポよく体を動かせて、なおかつ一つの運動ができなくても落ち込んだり気にする暇を子どもたちに与えない。できるまでの過程をいかに楽しめるか、川村さんの指導にはそんな工夫が随所に見られた。楽しかったですか？はい、面白かった。この日の川村さんの活動はこれで終わりではない。放課後の体育館を使い、小学校の先生を対象にしたサッカー教室を開いたのだ。川村さんのテンポの良い進行に先生たちも童心に帰る。教室で川村さんはこんな練習方法を先生たちに提案した。
練習はボールをパスする相手とパスをした後の行動を決めたシンプルなルールで行われる。これはサッカーが苦手な子どもたちのための練習方法だった。誰にでもサッカーを楽しんでもらいたい、そんな川村さんの思いを感じるサッカー教室となった。常に僕やクジライクのことをやっぱ見てるんですよね、はい、ですからやろうとする意図はすごく感じるので、そういう時にできないことに目を向けるよりは、こんなこともできるんだねとか、我々も授業をさせていただいていろんなことをやっぱり発見させていただけるので、非常にありがたいなと。私はいつも結構指示することが多かったんですけども、川村コーチの声かけによって子どもたちが楽しんで、やることができたと思うので、自ら主体的に動くことができてとってもいいと思いました。結構サッカーは苦手なんですけども、今日子どもたちが楽しんでる様子を見ることができて、こんな風にすれば子どもたちと一緒にサッカーに取り組むことができるんだなということを感じることができたので、ぜひ楽しくやりたいと思います。ついついいろいろ子どもの関わりとかに目がいっちゃって叱ってしまうこととか あったんですけど、そういうことを本当考える間もなく、いっぱい子どもにテンポよく体を動かさせることが子どもも楽しいし、体もいっぱい動かせるし、前向きな意欲もこう高まっていくし、そういったこう子どもの力を引き出すこういうなんかテンポっていうのがあるんだなって勉強になりました。こう人と関わることが多いと思うので、そういう仲間とのつながりとかをサッカーやいろいろな競技を通してより深めてもらいたいなって思っています。運動が好きな子がこう増えるんじゃないかなっていうのが期待してます、はい、FC 東京というクラブの中に存在する人間として、やはりこうサッカーを広めるにはすごく恵まれた環境を僕らは与えていただいているので、その中でやっぱりこう年齢を重ねたコーチがもう少しこう底辺のところに関わるべきだなと僕は思っているので、はい、そのうちの一人であり続けたいなと思っています。いや実にいい風呂だったな、今日もよく喋ったな。あそうだ、オンエアをチェックしないとね。こういう時はこれですよ、これ J リーグオンデマンド、いつでも気軽に見られるのがいいよね。Jリーグ系セットご契約の方は誰でも無料で見られる Jリーグオンデマンド、登録もとっても簡単に。いやいいんじゃない、最高だね。5月7日 FC 東京小平グランドで U18 プレミアリーグの第5節鹿島アントラーズユースとの対戦が行われた。会場には父母やユースチームのファンが多く詰めかけ、熱戦の時を待っていた。もう応援して10年ぐらいになるんですけど、下からだんだん見ていくと、例えばトップの選手を見てても、その15歳の時も振り返って見ることもできるし、18歳の時も考えられるし、先も見えるし過去も見られるし、そこはすごい面白いと思います。この時 FC 東京 U18 は4試合を終え、3勝1敗で首位を走っていた。試合には U23 に帯同している西登録選手も多く出場。プロの厳しい戦いを経験し、一回りも二回りも成長した選手たちが躍動する試合となった。40分、内田拓也選手が左サイドを突破、クロスを上げると相手のオウンゴールを誘い先制点を挙げる。さらに61分、コーナーキックから追加点を挙げる。
そしてこの試合大きく会場を沸かせたのは久保建英選手。左足を振り抜き3点目、これで勝利を決めた。中学生ながら U18 に所属し注目度が高い久保選手についてクラブ関係者に聞いた。そうですね、まあ、ああいう能力があって素質のある子ですので、もちろんこう皆様っていうかマスコミの方々も、話題にしやすいタレントだと思うんですよね。なので、彼がバルセロナで成長してきたものをやはり日本でその先を十分に伸ばしていけるかっていうことに関してはプレッシャーのかかる作業にはなるだろうと大体予測はできてました。若い選手ですけどもメンタリティが本当にこう素晴らしい子なので、そういった意味ではそんなにこう我々が思ってるほどいろんなことを気にせず育成していく方が彼にとってはいいのかなというふうに思いまして、一切特別扱いせずその中で十分彼女は実力を発揮してますんで。そうですね、非常に技術レベルも高いですし、なんていうんですかね、周りの選手と非常に溶け込んで、その中で自分の立ち位置をしっかりと取れるバランス感覚もありますし、非常に面白い選手だなというふうに思いました。やはりこの年代でサッカーのベース原理原則を持ち合わせている、まあ類まれなる、ちょっと褒めすぎですけども、才能を持った選手かなと。ただこれからやはりいろんな意味で体も変化していくしという意味では、こういい意味でこうクラブとして少しでもその高い経験値が生まれる、高い刺激のあるゲームに出て行ってもらいたいなと、そういう環境を整えてあげたいなと。育成型のビッグクラブを目指す FC 東京、久保選手と同じ中学生年代の選手たちに密着し彼らの今を追った。東京都小金井市にある東京学芸大学、ここで FC 東京のジュニアユース U15 武蔵が練習をしている。ここは2015年まで久保選手が練習に通っていた場所だ。 U15 武蔵には3学年で56人の選手が所属。チームの特徴でもある個人のテクニックやパスワークを重視した指導が行われている。まあ普段のトレーニング自体がチームとかグループの形を作るというよりは、個々の技術とか判断力が高まることでグループもしくはチームのパフォーマンスが上がるというふうに考えているので、そういう意味で個々にフォーカスを当てたトレーニングを各チーム各学年で行っているというふうには考えています。これはウォーミングアップの様子。選手はストレッチ運動をしながら大きな掛け声をかける。まあ、今のトレーナーすごく優秀なので、そういう思春期の子たちはやはりこう自分から声を出したりとか人前で物を言ったりとかっていうのは得意でない子たちが多いので、そういう意味も含めて今のトレーナーが1年生の頃からそういう声を出すような習慣をつけさせるということで、そういうところに取り組んでくれています。中1はもう恥ずかしがらずに元気にやっていて、まあ、中2でもその1年生の頃にやっていた慣れみたいなのがあるとやるんですけれども、だんだん人に選手によっては中2中3になるとちょっとずつこう恥ずかしがってやらないことが出てくるんですけれども、うまくそういう子たちをちょっといじりながらというかくすぐりながら声を出させるっていうふうにトレーナーはしてくれています。
U15 武蔵は2016シーズン5月末の時点で13試合を終え、未だ勝ちがなく12チーム中12位の最下位に沈んでいる。2016シーズンから監督を務める教祖正人さんはチーム作りの難しさを感じていた。選手自身の力というのはあると思うんですけれども、それをこうどう組み合わせるかとか、いかにこうゲームの中で自分の力を発揮するかとか、その辺がまだ、うまくこう行ききっていない部分があって、結果に結びついてないところはあるのかなと思います。まあ、当然僕の責任なんですけれども。 U15 武蔵が参戦する関東リーグ1部は下位2チームが2部の上位2チームと自動入れ替えとなる。結果が出ない今、選手の育成方針やチームの戦い方を変える必要はないのか監督に聞いた。クラブとしてもチームとしても当然、勝つことはどの試合においても、練習試合であっても、勝つことは当然最大の目標になるので、勝利を目指すということには変わりはないんですけれども、その勝ち方というか、どういうふうにその勝利を目指すかというのが一番大切で、ここはまあ僕の個人的な意見もあるんですけれども、勝つためのサッカーをして、勝ったとしても選手が成長する部分を外して勝ったとしても、それはまあ意味がないことだと思っているので、そういう意味では例えば極端に引いて守ったりとか、つなぐことを放棄して全部長いボールを蹴ったりとか、基本的にはそういう方には触れずに、今選手がレベルアップするためのサッカーを高めることで勝利を目指すっていうのが我々のやるべきことかなと考えています。順位がつくっていう関東のリーグで、まあ、今不本意な勝ち点だし順位だとは思うんですけども、まあ、ちょっとかっこいい言い方をすると、あまりそこに一喜一憂しすぎると本質を見失ってしまうので、決して今の武蔵のサッカーが悪いわけではないので、逆にこのサッカーをしてて勝ち点が積み上がっていってないのかっていう、ちょっとそこのジレンマは正直ありますけども、でも子どもたちのその姿勢とかやってるサッカーがブレてるわけではないので、そこの心配は全然してないので。継続こそがこのチームに集まってきた選手の力を生かす道。戦い方を変えるのではなく、勝ちにこだわる貪欲さを選手に求めた。ただ受け身で守っても守れないと、自分たちから声かけ合ってどうやって守るか考えること、今ただ黙って対応してるだけだと、それじゃ自分たちよりレベル高い相手守れないと。選手に少しずつ変化が生まれているようだった。まあ、自分がチームを背負って戦うんだっていうぐらいの気概を持ったこう突き抜けた選手が出てくることが今のチームの課題かなというふうに思います。 U15 武蔵でキャプテンを務める小林陸君、小さな頃から FC 東京のトップチームに憧れてサッカーを続けてきた。幼稚園生の頃からなんかサッカーが好きで、まあ、地元の FC 東京のトップチームとか、まあ、それこそルーカス選手とかいたところからずっと見てて、まあ、それで、まあ、すごい面白いサッカーしてるなと思って、自分もそこで、まあ、レベルアップしていきたいなって思い入りました。東京都国立市、小林くんは地元の中学に通いながら U15 武蔵の練習に参加している。練習が休みのこの日は帰宅すると課題や宿題に取り掛かった。今何の勉強してるの？今は因数分解。普段は学校で時間を見つけて宿題を済まし、放課後はサッカーの練習に打ち込んでいる。東京都内に数多くあるサッカーチームの中で小林くんが FC 東京を目指したのは母
泉さんの影響。もともとサポーターだった泉さんに連れられてスタジアムに通うなど、幼い頃から FC 東京が身近にあった。まあサッカーだとやっぱりこう勝ちたい気持ちが強すぎて、うん、周りに怒鳴るタイプ、ね、絶対勝ちたい、絶対勝てる、うん。小学生の小林くんを指導した経験を持つ秋山コーチは印象をこのように話す。あいつはもうかなりやんちゃですね。やんちゃで、もうそれこそ取られたら本当に言い方いいんだけど、まあもう本当にこう借り返すぐらいしっかりこう奪い返せるような、まあなんていうかね、負けず嫌いっていうか、そういう子でしたね。でまあテクニックのベースもあったので、あとスピードのキレもあったりとか、本当に総合的に高い選手だったと思います、はい。念願の FC 東京ジュニアユースに入った小林くんだったが、成長期特有の怪我に悩まされる。やっと中1になって武蔵に入ったぞってなったら、うん、忘れた、になった。10ヶ月ぐらいこともできなかったです。サッカーができない辛い日々。小林くんは怪我をしにくい体を作ろうと地道な努力を続けた。体幹とかそういう別の部分を鍛えてました。怪我に注意しながらやっていってるってところで、ドイツの遠征のメンバーに選ばれて、まあ、そこで、まあ、チャンピオンズリーグの決勝とか見させてもらって、そういうのですごい刺激受けて、まあ、少しみんなとは劣ってるけどまたこれから頑張ろうっていう、なんかもっと上目指して頑張るっていう感じで日々やってました。この人もともと体が細くてちっちゃくて食事を全然取らないタイプだったんですけれども、やっぱり怪我の原因はやっぱり食事だっていうことをやっぱり監督やコーチからも言われて、もう食事もトレーニングだよって怒りながら一応全部平らげるようにはなってきて、母泉さんも小林くんの夢を全力でサポートする。どうやっても体が怪我したりとか、どうしてもサッカーを離れなければいけない環境がいつかは来てしまうかもしれないし、まあ、認められなくてっていう場合もあるんですけど、まあ、本人が今はサッカー頑張りたいって言ってるなら、まあ、それを応援したい。まずは FC 東京に絶対入って、まあ、海外リーグで活躍したいっていうのが、まあ、一番大きいです。そんな人たちが日本の16歳を今見てる。日本はグラウンド良かったら強いです。ショックですよ。子供はもうピッチ入ってサッカーすればいい、親も本人も勘違いして、お前らどうせいなくなるっていう。高校生のうちに J リーグにデビューしないと遅い。久保君はいろんな選手がこうボコボコ今出てきてる。来年アンダー17のワールドカップがある。勝ってくださいよ。至上命令です。FC 東京 U15 武蔵が練習する東京学芸大学。午後7時30分、学校内の食堂は閉店。店員が忙しそうに店の片付けを始めた。しかし厨房から何かが運ばれてきた。片付け終わったケースに小鉢が並べられる。だからこのカーシーキーに関しては普通は一般の方使っていただいてるんですけども、全部出て行っていただいて、この食事提供させていただくっていう。東京学芸大学では食堂を貸し切りにして子どもたちへ食事を提供している。地域の結びつきを大事にする FC 東京。人間関係が希薄に思われがちな都会ではあるが、大学と長年築いてきた信頼関係がこの食事提供を可能にしている。
調理を担当する後藤さん、長年子どもたちの成長を見続けてきた。で、入った時にこんなにね、ちっちゃい子がね、こんなによって帰って出てくる。もうびっくり。のび太でしょって言うと嬉しそうに、はい。子どもたちが食事を終えるまで忙しい時間は続く。午後8時30分、練習を終えた子どもたちが食堂に入ってくる。トレーニング後の筋肉が発達しやすい時間、いわゆるゴールデンタイムに合わせて食事は準備されている。子どもたちはさまざまな人たちの支えのもと、最高の環境でプロを目指す。今日も子守いっぱい行ったんで、嬉しいですよ。大きくなってって感じで。なぜ日本のテレビはスカパー入りなのか分かりますか？例えば J リーグ、J1 はもちろん J2 まで全試合放送するんです。誰が見るんですか？あなたは分かっていない。地元のクラブを愛する喜びを分かっていない。サポーターは毎週末選手と共に戦っているんです。そもそも代表戦だけ盛り上がるようでは日本のサッカーの成長なんてありえない。オタク並べんな。オタクだと？私は日本のサッカーとテレビの未来の話をしているんだ。未来の話を。 FC 東京 U15 深川、チームには53人が所属。都内はもちろん千葉県や神奈川県から通う子どもたちもいる。チームの特徴は当たりの激しさやメンタルの強さ。人の心を育てなきゃいけないというところが、まあ、この年代の一番難しいところかなと。まあ、サッカーの技量とかはやっぱり、指導の、発達はここ数年ずっと日本の中ではこうされていると思うので、やっぱ人を育てたいっていう、心を育てたいっていうところが、やっぱり一番難しいところで、そこをおろそかにしないようにっていうところはかなり自分の中で大事にしていると思います。日本代表のディフェンダー丸山雄一選手、 U15 深川出身で現在 FC 東京のトップチームで活躍している。しかし丸山選手はユースへの昇格はできずに高校サッカーの道に進んだ。中学の時に、ベンチ入るか入んないかぐらいでした。いや何もかも足りなくて、もう自分の好きなようにやってましたし、身長も今はこんな183センチありますけど150ぐらいで、中学校では前から2、3番目ぐらいだったんで、はい、高校に入っていきなり伸びたんで、まあ大学の時いろんなクラブから声かけていただきましたけど、まあやっぱりもう一度中学の時にやっぱお世話になったっていう気持ちも強かったですし、もう一度悔しい、逆に悔しい思いも経験したので、東京でもう一度チャンスして花開けばなと思っていたので戻ってきました。実際その僕らの今の中学生のところの結果というか成果はこう全国大会で何位もあるんですけども、やっぱりその次の U18 にどうつなげるかで、そこから本当に FC 東京を背負っていける選手が何人出るかとかっていうところが結果なので、そこにつなげていくためにこう今いろんなこうルートがここ最近はあって、そのまま順調にユースに上がってトップチーム入ってもありますし、他の高校もあって戻ってきて大学行って戻ってっていうのもあるんで、そういうところでどこへ行ってもやっぱり心を育てておけば、自分がこう、まあ、体の成長が遅くてどうしてもユースに間に合わない子もやっぱりいるので、そういう子たちがこう本格的にサッカーに勝負するときに、心さえ育てていけばどこからでもこう逆転して FC東京にもう一度っていうチャンスが残るようにっていうところは大事にしている部分ですかね。中学3年生にとっては進路を決める大事な時期がやってくる。U15 深川でも8月頃までにはユースへ昇格できる選手が全て決まるという。
育成に携わるスタッフにとって緊張感のある日々を過ごすことになる。もう日々あの公式戦をユースのスタッフだったりとかあのスカウト部だったりとかあと福井部長だったりとかがあの見に来てもう1年からの生い立ちからもう入ってきた経緯から含めてあの誰がトップにつながるのかっていう話の中で決定されていくという感じですね。その昇降格に関しては誰か一人が決めるということはないです。あの育成のスタッフと、まあ、あの強化部だったり育成部だったりとかいうスタッフが本当にそうですねもう10回以上のミーティングを重ねて4ヶ月ぐらいかけて話し合うんですけども昇格した選手たちとの本当僅差なんですよ。なので、まあ、ご存知の通り中村俊輔であり本田圭佑君であり、そういったところからあのしっかり、ね、あのもう一度志を持ってやってきた選手たちがあの今日本代表にはたくさんいますので自分たちの枠を超えて伸びる選手ってたくさんいるんですよ。やっぱりでそういう選手が出てくることが本当はあのすごく育成を変えていくいるというか、うん、だと思ってますんであの常に僕らたちの持っている物差しを壊していく選手たちっていうのが出てきてで彼らがまた指導者だったり僕らを成長させるというかその繰り返しじゃないかなと思いますけども。現在ドイツマインツでプレーする武藤義則選手 U15 深川からユースへ昇格した一人だ。フィジカルアビリティが高い選手である意味であの非常にサッカー理解も高くて自立したいい選手ではあるんですけどそんなにこうボールを、スキルフルに扱える選手ではなかった。ただあの最後の最後まであの暑い夏の合宿の中で、ひたむきにやっぱり走る姿ぶれない心っていう部分はやはり最後はやっぱり人間なのであの我々が一番大事にする心を持った選手なのでもうぜひっていう中でそこからの成長ってのは本当にもうステップバイステップで自分自身がやっぱり考えて高まっていったこれもまた違った才能を持った選手かなと思いますね。 U15 深川のキャプテン木村誠二君3つ上の兄と共にサッカーを始めて FC 東京 U15 深川に入った。どんな少年だったのか両親に聞いた。小学校の時はもう本当に人ごらんに言う本当に子供してる連れてるところはないんでいいんですけど感性子供だなって自分とかも学校の部活がどんなもんかってことしか知らないんで逆にレール乗るとどういう風な人生になるのかっていうのはそれはもう限られた人間しか味わえないところなんでいいチャレンジかなと。まあどんな状況になってもサッカーだけっていうのは好ましくないなと思ってるので、まあ、勉強もあとサッカー以外にも何か一つあればいいなと。木村君が日課にしていることがあるという。今から何する？今からは父から出された課題を、うん、はい、やりたいと思ってます。やらないと怒られますね、はい、家の Wi-Fi 環境を電源切られて止められちゃったりしてで友達との LINE とかができなくなっちゃうでそれをさせないためにもうちゃんとやんないといけないかな、うん、高校入るか定期試験で20位以内を取らないと、うんスマートフォンは買ってもらえないというふうに言われたので、まあ、定期テスト20位以内はちょっと厳しいですよね実際。今日の課題は社会。サッカー以外にも人生を歩むための武器を身につけようと努力をする木村君。両親の思いはしっかりと届いている。プロのサッカー選手になることは彼にとってどうしても叶えたい夢だ。そこで気になるのは
一歩先を行く同級生のことのようだ。もう久保君が向こうから帰ってきてふと入ったで、まあ、ニュースになるってそういうのをこうやっぱり肌で感じて、同じ中学生なのに、うん、どれだけ努力してどれだけ高い意識を持っているかっていうことがやっぱり次につながっていくんだねって話をした時に下向いてました何かを感じたんだろうなとは思います。そこをこうサポートしていければいいなと思っております。まあ、本人がサッカー選手に望んでるんで、うん、それになれるんであれば、うん、それを後押しするのが一応務めかなとは思ってはおるんですけども、まあ、それ以外で何かあった時にやっぱり勉強しておくことは大事だと思うんで、そこは確実に中学生なんで、まあ、高校進んでもそれはやっていってもらいたいなというふうには思ってますね。練習が休みの日でもトレーニングに汗を流す。まずはやっぱり J1 のトップチームに上がって、でそこからまあよければ世界の方にも行けたらいいなって思います。5月29日味の素スタジアム。この日は FC 東京サッカースクールに通う子どもたちが試合に招待された。スタジアムには3万7000人を超える観客が訪れ、その中には多くの子どもたちの姿があった。 FC 東京のゼネラルマネージャー立石武之さんに育成にかける思いを聞いた。その一人一人がこう上がってくる過程というか、成長してくる過程、何年もかけてこうこのピッチに立つ努力をしてくる過程というものをこう物語ができると思うんですよね。で武藤には武藤の物語があったし、それを皆さん応援してくれたり支えてくれたりしてくださったので、本当にそういった選手たちがすごく上がってきた選手というのは FC 東京のこと大好きなんですよ。なので愛されたいじゃなくて愛してるんですよ FC 東京。だからそれをまた愛してくれるサポーターの方々、応援してくれる方々がいて、で愛し愛される関係がアカデミー出身者の選手たちには必ずできるの でそれは本当にこう物語をいくつ作れるかなっていうのはすごく今楽しみというか、僕たちのやれることの一つの大事なことだと思っているので、ぜひその過程というか、やっとこうセカンドチームもできて、そこが一つにつながったので、みんなと一緒にこう楽しんでいけたらいいなというか、そういう感覚でいます。この日はファーストステージ第14節ガンバ大阪との試合。スターティングイレブンにアカデミー出身の吉本和則選手と丸山雄一選手が名を連ねた。センターバックとしてコンビを組む2人は抜群のコンビネーションで強力なガンバ大阪の攻撃を跳ね返す。そして ゴールを決めた前田選手に真っ先に駆け寄る吉本選手と丸山選手。クラブを愛する2人がサポーターと共に喜びを分かち合う。試合は1対0で勝利。しかしアカデミーに新たな風を吹き込む FC 東京の物語はまだ始まったばかり。育成型のビッグクラブとして世界に名を馳せるまで FC 東京は力強く走り続ける。